続いての場所に移動してきました。はい、ここはどこだか分かりますか？ハウスピンポン、家です。はい、さあということでね、まあお家ではねのんびりするんではなく、ここからも修行の時間です。いいよ、ちょうどいいじゃん、こういうなんかまったりシーンみたいなイメージ。いや、そういうのはね求められてなくてですね。そう思えるよ。やっぱりファンの人はいつもいつもと違う頑張りを見てみたいと思ってると思うの。ほら、どう、こういうシーンのが絶対求めてるって。ほら、こういう、やだよ、絶対そうだよ。あの、今年の、初めの方にアンケートを取りまして、ベース工房全員、まあ、もちろん私も参加しまして、それをもとにアンケートやってるわけなんですけども、まあ、こちらが私の、これがももさんのです。懐かしい。そう、不得意だと思うこと、料理、この辺はどうなんですか？やっぱり料理はしない。そうだね、やっぱこうなんだろう、テレビとかでね、ほら、世界一可愛いももちですとかさ、今日も可愛いとか言って、可愛さすごいアピールしてるわけじゃん、だから、そしたらもっとこう料理とか、その女性らしさ、まあ、外見はね可愛いと思う人もいると思う。私はまあ中の中だと思うんですけど。え？え？ももは中の中だと思う。じゃあ、じゃあ本当ぶっちゃ聞いていい？いや、自分とももちゃんどっち可愛いと思ってるの？多分ね、これはね、ちなみとももは同レベル。なぜかっていうと、系統が違うから。その好みっていうのが人にあるでしょ、ね、だからもう二人とも中の中なだけ。ちょっと待って、うん、え、だからりさ子とかはもう上だよね。ちょっと待って、うん、いや、おかしいおかしい、ちょっとおかしい。タイプが違うから、そのなんかその女の子らしい、こうなんて言うんだろう、そういうちょっと何なんだろう、こうブリブリっとした子が好きな好みの人もいるし、それちょっとって言って、そういうサバサバした子がいいっていう人もいるし、まあ、中の中にもタイプがあるなと思って。でも あるじゃん、普通にもう本当に素材の良さみたいなさ。素材はいいと思うよ。でしょ。ただなんかね、その内面から出てくる、ちょっとなんかそのサバサバ系がにじみ出ちゃってんだよね。なんなの？もう。まあ、とりあえず内面は直らないということで、今日はね外見から直していこうかなと思うんですよ。外見を直す。外見を直すというのは、外見的、身体的に変わりたい、または鍛えたいところ、足、身長、小指、今日はここに注目して進めてるわけですよ。まあ、小指はもう存分に鍛えました。鍛えたね。足と身長、こちらを今から鍛えたいと思います。ということで、やっぱさ、外見的、身体的に変わりたいってことは、身長はちっちゃいわけじゃん。のちょ、もうちょっとやっぱ身長が欲しいってこと。160ぐらい欲しいよね、やっぱり。うん、160欲しい。欲しい。現在の身長は、もも29個分。分かりにくい。そういうのがイラッとさせちゃうよね。本当なんだもん、公式身長なんだもん。もも29個分。じゃあもも35個分まで今日伸びますか？伸ばせます。おお、やった。ということで、今からトレーニングをしたいと思います。しっかりついてきてください。はい、じゃあね、まずそのもも29個分か測ってみたいと思います。メジャーで、はい、現在の身長をね。でもちょっと待って、夢なくなんじゃん。あ、足の長さを測る。やだよ。なんで私こんな公開的に足の長さ測らなきゃいけないの。やだよ、やだ。じゃあ、まあさすがにね、身長を測るのはかわいそうですから、もも29個分ということで。そう、夢を与えてこ。今私が横に並んでこんぐらいです。どんぐらいだろう、この鼻の位置ぐらいか。なので多分今からトレーニングしたら多分こんぐらいにはなると思いますので。本当に目の位置まで。はい、目の位置までももの身長を伸ばしたいと思います。はい、まあ、何で伸ばすかというと、スタッフさんお願いいたします。もうすごいのを用意したから、こちらです。過酷だな今回の DVD。 普段じゃできないこと、私のためにこうなりました。ここにぶら下がっていただいて身長を伸ばそうということで、またどうできそう。やってみましょう。じゃあタイムも測ってるんで、さあ、それ小指をどうすんです。さっき鍛えた小指もほら、もう甘やかしてるよ。仕方ないね、もうこれはこのままで。うん、ではとりあえずどんだけできるのか様子測ってみたいと思います。位置について、よーい、スタート。待った。
やるキャラ今ちょ何秒ですか今。1秒言い訳タイム1回作ろうか。どうぞ。私歌って手伏せ1回もできないくらい筋力がないんです。結構あるんですけどね、ぶら下がる系がダメなのかな。じゃあ今回はちょっとでもねぶら下がれるように、まず差し入れをあなたにしたいと思います。差し入れ、カルシウムを取ってもらって、まず身長を伸ばすにやっぱカルシウムが大切だから、したらねちょっとは記録伸びると思います。牛乳、牛乳です。あ、牛乳嫌い、普通。でもお砂糖入ってるの好き。うん、これはね入ってません。やっぱお砂糖を入れるとこう横に大きくなってきちゃうじゃん。縦に今伸ばしたいから、はい、そうお砂糖とかはいりません。ガムシロ、ガムシロも同じでしょ。はい、いただきます。はい、基本的に自分で甘いんだよね。あ来てる来てる、骨が伸びてる伸びてる伸びてる来てる、骨伸びてる、じゃあやってみ、やってみよう。来てる来てる、今早くやろう。伸びてる伸びてる、骨伸びてる、伸びてる。はい、いいよ。位置についてよーいスタート。さっきただいまの秒数1秒。さあカルシウムといったら、あー煮干しだ。煮干し、一時期ベリーズコードンだから流行りましたね。おい、ザブーンザブーンザブーン。ああこんにちは。いつの間に大きくなったの。カルシウムをたくさん食べたらこんな大きくなっちゃったんだ。私ね、まだ身長伸びないの。本当に、僕たちは食べればいいさ。わかった、たまぐいたまぐい、ガブガブガブ。どうですか、だし用だね。だし用食べるようです。だし用だね。伸びないですか。じゃあ別のカルシウム持ってきますんで。今分かんない、ちょっと効いてきたかも。効いてきてる、なんか、うん、なんかどう、指の関節が、うんうん、きてるきてる。じゃあちょっとギター弾いてみる。それはちょっといいか。いや、やってみるよ、やってみる。さっきのいけるかもしれないから。ちょっと待った、ね、あの1時間は何だったの。あの1時間何をやってたの。やっぱね、あんだけ煮干しも食べて牛乳も飲んで秒数が1秒しか伸びないってことは、もうねひどい作戦でいくしかないんですよ。ん、どういうこと。あそこにスタッフさんが用意してるの分かりますか。え、ちょっと待って、嘘でしょ。嘘なわけがありません。ね、本当に最低ですよ、皆さん。収録されちゃったもん。もうウィンシュートの先、ほらほら、徐々に行こうやって。本当にひどい。さあ、嗣永さん、この試練をどうやって乗り越えるのか。OK、やればいいんでしょ。OK、うん、じゃあ、桃さん、いいよ。いいですか。はい、じゃあ、前回のいいから早く。待った、位置についてよーいスタート。1、2、3。おーい、見た、見ましたか。さあ、前回の記録を破ったということで最終形には乗らなくて OK です。あー、よかった。まあね、それだけ出せるってことですよ、ももさんの本気は。はい、どうした。スタッフさん、何片付けてるんですか。どうした、体重計。何、ん、 What? 絶対ダメだよ、こんなん。ちなみは、な、5秒以上だよね。いや、結構きついな、さっき本気出しちゃったから。ちなみにこの体重計ってもう一瞬ちゃんとついたら一瞬で測れるやつですかね。やだー、あれなんで最初やっとかないんですか。早く位置について、よーい、ドン。あーだよ、いい、伸びてますね、見てください。
ばいいの。膝爆発するとこだったよ本当に。伸びたんじゃないやっぱり。伸びたと思う。やったー。ということでこの企画成功でーす。さあということで気を取り直して次のやつね。うん、まあ、アンケートいろいろあるんですけど、今までやったことがありさらにレベルアップしたいもの、メイドのメイド喫茶の接客、うん、これやったことあるんですか。ある。どうだった。まあ楽勝。おというのはなんかね、自分で言うのはなんだけど、まあ、メイド服着るの恥ずかしいって人とかもいるでしょ。いる。やっぱね、全然ももちのためのコスチュームだよね。なるほどね。じゃあもう何でも可愛く着こなせるってこと、うん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 、このアンケートに自分が女の、あ、間違えた、自分が女の子らしいと思う瞬間、パジャマを着てる時ってあるんですよ、うん、ということはもうパジャマを着てる時はマックスに可愛いと思ってる。いや、マックスだね。例えばさ、こうテレビに出るにしてもこういうライブにしても、その衣装っていうものがあるわけじゃん、うんうん、それを着させていただいてるじゃん、うんうん、でもさ、パジャマっていうのはもう本当にプライベートなわけじゃん、うん、だからスイッチもまあ完全にオフなわけじゃん。まあまあオンだけどね。お休みとかさ、うん、もうリラックス状態なわけじゃん、まあまあ、そこがマックスっていう言ってるんでしょ。ってことはそこのね、姿はファンの皆さんにお見せしたいなと思うの今回。え、寝れるってこと。まあパジャマ、まあそこではないよね。私昨日選びに選んで、嘘、桃ちゃんのために。そう、桃のために時間費やすなんて3度目のことだよ。え、人生で、うん、嘘、10年間で3回 ?3 回ぐらいだね。ということで、まあ、いつもはどんなパジャマを着てるの。桃ちはこれは本当にピンクのふわふわしたパジャマなのね。うん、そちなみにもう分かるでしょ、それは本当に。確かに、なんか前みんなで海外行った時にみんなでお部屋に集まってトランプとかしてたんだけど、ママは本当にブリブリのここら辺にね、なんかフリルがついてたりとか、なんかイチゴのパジャマだったりとか、なんかそこまでピンクじゃなくていいよっていうところまでね、ピンクなのよ。はい、ママさんも意外にラブリーだったよね。マジでびっくりした。びっくりした。なんかね、あの赤ちゃんのよだれかけみたいなやつがついてるようなね、フリフリしたパジャマだったよね。びっくりしたよね、あれね。びっくりした、ね、マーサも意外にお家ではママのこと尊敬してるのかもしれない。そうかもしれない、憧れてるんだなと思った。まあね、ママはね、確かに本当にプライベートでも可愛いのを着てるわけですよ、うん、だから今日はいつもと違うのを選んでみたの。どういうこと。だからまあパジャマって言ってくれる、ママだったら何でも着こなしても可愛いと思うの。あ、それもそうだよ。だから今回いつも着てるパジャマじゃないんだけど、可愛いところが取れるんじゃないかなと思って、私パジャマを用意しました。あっちの部屋に用意してあるんで、あの今から行って着替えてきてもらい、ここに登場してもらいたいなと思います。私がね。そう、分かった。私は事前にどんなのか分かってますから、うん、カメラさん何ついてこようとしてんですか。ここからはダメよ。壊せちゃった。なんかなんで失敗してしまったの。なんか、ね、さすがアイドル似合っちゃうんだよね。ほら、もうすごいね、何でも似合っちゃうんだよ。ここだけの話をするとね、なんかママがね、あのこのパジャマを嫌がって、あの部屋から出てこなかったらどうしようっていう話がね、この中で行われてたわけですよ、うん、だけどすんなり出てきちゃってさ、スタッフさんも私もみんなてんてんてんみたいな。だからね、ももちもちょっとね、そういう感じなのかなと思って、いやいやね、ちょっと恥ずかしいよとかで出ようかなとも思ったんだけどね、ナース似合っちゃってるからさ。え、もう一回やる。一応そのパターンもやる、うん、一応ね、これが使えなかったように。ちょっと、ちょっと見て、見て、うん、似合ってる。いくよ。できましたか。ママ、いや、恥ずかしい。ダメ、ダメ。何なんなの、このパジャマ。え、なんで、よくない。ねえ、いい、もうやだ、着替えてきていい。ダメですよ、さあ出てきてください。いや、恥ずかしいな。いいよ、ももだ、何でも似合うよ。ダメ、恥ずかしい。今のはね、あの、ここからは良かったよね。イエーイだって思っちゃったんだけど、まあ、いつもだからこういう感じってことで、パジャマ似合ってる。そういう感じ、こういう感じ。お、ちょっと撮っといてください、これ。いいよ、サービスショットです。これサービスショットですよ。いいよ。
いつもじゃこれがベッドだとしたら、うん、いつもはどういう感じで寝てるわけ？これがこうだったら、うん、こうタオルケットがあって、ベッドは何色なの？ピンク。でこういうここにこういうのがあって、あ、掛け布団ね。そう、掛け布団のタオルケットみたいなの。はいはいはい。でここにこうあって、うん、まあこういう感じだよね。さっき寝てた時こうやって寝てたけど。え？さっきそっちの部屋ちょっと休んでる時こうやって寝てた。ちょっと眩しかったのかな。あ、ちょっと眩しかったのかな。家で遊びリラックスだ、こういう感じだね。こういう感じ。うん。なるほど。じゃあこの可愛さをね、今日は記念写真に収めておきたいと。いいよ。いいよ。いいよそんな。ほら、あのカメラも用意してあるんで。やめてそういうの。素晴らしいカメラ。今撮ってますから。今カメラやめてくださ。そういうの本当やめてください。本当そういうのやめて。本当無理。もうダメだよ。もうこれはちゃんと撮ったからって記念にね。やだ。その本当恥ずかしいんでやめてください。いや本当恥ずかしいんで、あの本当恥ずかしいんでやめて。嫌がるよ。さすが何でも聞きこなしちゃいますね。まあね、別に着こなそうって思ったわけじゃないんだよね、勝手に。なんかちょっと待って、さっきから寄りかかるのやめてくれかな。リアルな体重言っちゃうよ。仲良くしよう、仲良くしよう。いつもはこういう感じじゃないわけでしょ、うん、いつもの感じをより一層ファンの皆さんに知ってもらうために絵に描いてもらいたいと思います。何を？パジャマの絵を。あー、オッケー。いつも着れるね、自分のパジャマの絵。うん、本当はね、似合わない予定だったんだけどな。私もすごい逆に出にくかったよね、着替えながら全身ない見てさ。いや本当に、だって違うね、ももが来るまで本当にスタッフさんがこれ出てこなくなっちゃったらどうしますって、うん、もう半々のせいですからねって話したんだよ。半分自分のせいじゃなくて、そのみんなで決めたパジャマですからねって、うん、これは冬仕様ですね。そうです。もう絶賛昨日の夜も着てましたか？そうですね。あ、水玉模様で。ピンクと白の水玉、うん、ここにこういうレースがついてる。そこのレースいらないんじゃないかな。やっぱ足首邪魔じゃない、うん、やっぱさ、パジャマ買うときは 何を優先してるの？あったかさメインか、動きやすさメインか、可愛さメインか。まずピンクじゃないって嫌なのね。なるほど。もう色ね。そうで、その後に肌触りとかかな。丈とかはやっぱちょっと引きずっちゃう感じなの。そう、ちょっと大きい方がいい。なんかこういうのよりもこんくらいの方がいい、うん、なるほどね。そうで、こうしぼんでるけど似合っちゃうんだよね。なんかね、なんか似合ってんだよね、本当に。できたよ。できました。こちらだそうです。こんな感じでね、いつも着てるということで。そうだった。ちなみに私の普段のパジャマをね、ちょっと描いてみたいと思います。ちょっと知ってるよ。何？パジャマ？で、また。で、さっきよりも描き方が雑なんだけど。パジャマは正解です。年がら年中半袖に短パンで寝てます、寒くても、うん、似てるよ。似てないでしょこれ。似てるよ。この体の割合。いやだって私もっと足長いから。あ、間違えた。そんな日焼けしてないわ。あ、してなかった？そんな日焼けしてないわ。してなかった？うん、あ、ちなみにあのももち持ってる。何？パジャマっぽいの。何？あ、いや、ちょっと待ってて。え、それは何？嫌だよ。待った。ちょっと待ってください。どうした？これは。何かな。似合うと思うんだけど、ももちがちいちゃんのために選んだの。しかもね、若干あったかいっていうぬくもりがももちが着てたばっかだよ。これはこれいつのグッズ？ん？それ？うん、ももちのソロバスツアーのグッズ。なるほどね。着てごらんよ。ん？似合うって。いくらして？これはじゃあファンの皆さんも着てたってこと？そう、これ着てみんなで運動会したの。皆さん本当お疲れ様です。ほら似合うよ。確かに
あったかいでしょ。着心地は抜群そうだ、ね、着心地は最高にいい。これ、はい、どうしたのかな。お、似合うじゃん。許してにゃーにゃ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 クリーム後ろ見て、後ろ後ろは嫌だよ。後ろ向いて振り返りショットも欲しいです。いいじゃん。これさ、確かに着心地は本当にいいだけど、どこで使うのこのパーカー。普段だよね、電車乗ってくるでしょ。無理でしょもういいじゃん、似合ってる。ただでさえもも一人でテレビ出ただけでイライラさせられてんだから。ほら、いいじゃん。ほら、どう、よかったでしょ。まあ、着心地はいいですよね。ただちょっと着るのにすごい体力と気力がいるからね。そう、もう下着頼み。せっかく、あのそれはね、ぜひ今度使いますよ。分かった。じゃあ、まあ似合っちゃったということで、あのこれからの進行はこの衣装で分かった進めてもらいたいと思います。気分はどうですか。気分爽快。爽快、皆さん聞きました、気分爽快、うん、ということで続いての企画に行きたいと思います。行こう行こう。爽快なももちさん、はい、いい爽快で、うん、なんかいい感じ。何でもできそうな感じしますか。しないです。しますよね。しないです。気分は爽快です。気分は爽快、はい、何でもできそうな感じはしません。しないいいんですが、全てはあなたのためだからっていう今回のなんかだって嫌な予感しかしないんだよね。全部のテーマということで、まあアンケート見ますと、またアンケートを進めていきたいんですけど、好きな食べ物、飲み物、ウニ。違います。いちごのショートケーキです。うん、え、いちごのショートケーキですが一番好きなの、はい、2番は、え、まあ、2番この辺は好きなの。やっぱカンパチ。カンパチ好きで、苦手な食べ物、飲み物はグリーンピース。去年の2月頃に取ったアンケートなんで、まあね、味覚も変わったということで、1番はショートケーキ、うん、2番はカンパチ、うん、3番はニルフィーユ。カンパチが間に入りましたが、うん、その苦手な食べ物グリーンピース、こちら変わってないですか。ちょっと喋ろうか。いや、変わりました。いや、変わってないはずです。変わりました。何が嫌いなんですか。はい、何が嫌いなんですか。マカロンです。マカロン、あの2番目に嫌いなのはやっぱグリーンピース。いや、違います。いや、グリーンピースですよね。違います。プリンです。プリン。プリンで3番目に嫌いなのがゼリーです。さあ、スタッフさん、グリーンピースを用意してもらってもいいですか。ねえ、絶対そうだと思った。ね、本当に嫌だ。ね、本当に嫌だ。ね、本当に何、体重計持ってきたり、こんな体重いくらじゃないんだからさ、いくらの代わりにグリーンピース。どういうこと。やっぱり前回もそうだったんだけど、この DVD 必ず最後の企画として、その嫌いな食べ物を克服しようっていう。グリーンピースはグリーンピースなりの栄養を持ってますから。そんなの通用しません。そんなんだ、全然顔可愛くないからね。もうとりあえず食べてもらいたいんだけど。何、本当にお仕事だと思ってやるの。本当に嫌だ。今ここにカンパチとカニとグリーンピースの。だってさ、ほらわさびも大量に入ってんじゃん。違うんです。今なんて言いました。わさびも大量に入ってる。こちらグリーンピースのペーストで。ねえ、やだよ、もう本当にやだ。ねえ、ほんと何なの。ねえ、何、ねえ、ほんと何、ねえ、何、ほんとに騙された、ね、そういうところにさ、手間暇かけるんだね。ねえダメ、こっちは私の。ねえ、ずるいよ。ねえ、そんなのずるい。やだやだやだ。何歳ですか。二十歳。ということで、マジのガチの嫌ですよ。ねえ、ももち泣いたらどうするの、こんなか弱い女の子は。ん、何え、どうしたの。ちょっと今聞こえなかった。どうした。うん、じゃ食べますか。え、ちょっと待って、本当にどうした。ちょっと打ち合わせ入る。本当に嫌です。お仕
つけた方がいいのは、嫌いな食べ物でも食べ終わった時にちゃんと可愛い顔しとかないと、あのイメージが崩れちゃうよ。分かった、とりあえず頑張って。さあでは食べていただきましょう。どうですか今の心境は。もうすごい、なんか美味しそうで、もう今すぐ程度はしちゃいそう。うわすごい。さあ見てください、ももちの頑張りを。じゃあお醤油、お醤油は、はい、おお結構かけてます。味を消すんでしょうか。ちなみにこちらはあの私のめっちゃ残しといて、それ本当に。あ、じゃあウニは残したいという。ウニはやっぱりさ最高のものだから、ウニはあげます、食べれたらね。待って、見てください、ここお皿にお醤油タプタプなんですけど、浸ってる、塩分取りすぎ、塩分取りすぎてる。こんぐらいしてんのかき消さないの。まあとりあえず食べてもらいましょう。はい、いただきます。はい、どうですか。うんうん、すごい美味しい、すっごい美味しい。うん、おじゃあカニもその勢いでに行きますか。ちょっと待ってください、今打ち合わせ入りますんで。勘弁して、勘弁して。じゃあ、あのやっぱこれは食べにくい。うん、ちょっと私もお腹空いたんで。見てこれ、ね、ま、ね、待って、これは本当に無理。一粒いい、本当に。じゃあお醤油かけない、ちょっと一粒味わって食べてみようか。これは何も味付いてないか、もうまたあの本当にグリーンピースの味。あ、お薬みたいに飲まないね。飲み込まないようにしてね、お薬みたいに。今ゴクって聞こえましたねさ。完全に飲み込んだ音ですねえ。でどうしてもやっぱ今後もものためにもなるし、まあ、嫌いな食べ物を克服してもらいたいなと思ったから、ちなみにこのちなみが事前に調べてきたんですよ。食べやすい品をもう一品、もい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 、ネットでカチ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 、気持ちで十分だよ本当に。いや気持ちだけじゃ、気持ちで知ってる。私やっぱりさ、いつもさもものこと苦手とか言ってっけどさ、本当はさもっと何、ももにももっと頑張ってもらいたいと思ってるから、ね、知ってる。ももちゃん今この辺すごいもやもや、もやもやしてる。あとでいい、カルシウム取る。ちょっと一つ言っていいかな、ちょっと近くない。もうちょっと左側行こうか、さっきから思ってたんだよね。しかも若干よくかかってるっていう。いつものことじゃ、出れないでよ。アイス食べるぐらいしかしないじゃん、うちら公園で。私ね、あのもちもちももちの食感の、あの2つ入りのアイスが好き、うん、私はね、あのレモンのサクサクってしてるやつを食べてたの。だけど締めになったら飲み物飲んでるところだったね。携帯出てた。さあということで、まあカルシウム取ってちょっとイライラも収まったということで、うん、確かになんかメンタル良くなってきた、なんかね落ち着いてきた気持ち。ちなみにね、もうもものためにカチカチって昨日ネットで調べまして、もうこれが今回最後の、もうこれを乗り越えたらもうももは一回り大きくなって人間として成長するよ。本当に本当に分かったよ。ちょ、私がね調べてきたんですよ。韓国の、調味料にだしだっていう調味料があるの。聞いたことある？ない。だしだっていう調味料があるんだけど、それを使ったグリーンピース料理、まだグリーンピース料理なんですけども、あのそのだしだとグリーンピースを合わせてスープ状にすることで結構いけるというのがネットに載ってたんですよ。まあ簡単に言えばグリーンピースのポタージュです。ねえ、ちょっとね、ちょ置き換えてみよう。コーンポタージュ。コーンポタージュは美味しい。どんな味がしますか？コーンだね、やっぱ甘くてコーンの味がするね。もろコーンですよ、 100% コーンの味ですよね。いや、コーンポタージュ好き？大好きです。すごい一緒に、うち昨日も飲んじゃった。だから、うん、コーンポタージュっていうのはもう本当にトウモロコシのあの美味しさをギュッと凝縮したスープだよね。ってことはグリーンピースポタージュっていうのは 何が 100% だと思いますか？なんだろうな。はい、はい、どうぞ。グリーンピース、そういうことです。はい、
それを私にいいといいと食べる。本当に？はい。でもほらグリーンピースだけじゃない、今回はだしだっていう韓国の調味料を使ってますから。そうだね、確かにそれで味消されるかもしれないよね。そうやっぱポタージュの方がそうスーって体に入っていくから。2品ってこと？2品あんのか。今日はそのだしだっていう調味料を使ったポタージュ、グリーンピースのポタージュと違う、もうどんだけおバカなのあなた、もうだから何が違う、さっき言ったのはだしだっていうポタージュって2個入っちゃってるでしょ、コラボしてるでしょ、2品がだしだが入ったポタージュ。なんでポタージュって言っちゃうの？あなたそれネットで調べてないじゃない。だってここに台本にそっかいてあるあー、このお部屋いいな。ねえ、いいよ、ちーちゃん、いつでも作ってちょう。私、そういう仕事あった？あったよ。お、いいよ、ちなみできる女っぽい。うそ、もうやる、知ってる？うん。普段、ちなみに料理するからさ。さあ、今から料理したいと思います。はい、頑張って。こちらが、韓国の調味料、だしだです。本当だ、韓国語で書いてある。そしてママさんこちら、じゃーん、リアクションしてこちら。ちょっと待ってください、起きてるかな、ママさん。はい、はい、こちら見えるかな、ママ。はい、今から作るからね。分かった。ここに水を、あ、お湯だ、お湯を入れて。結構万能なやつ使うんだね。え？もうすでに巻いてあるやつ使うんだね。ほんとちょっとでいいからね。グリーンピース、ほんとにちょっとでいいからね。え？わかってるよ、見てください、グリーンピース。あー、もうダメだ。入れます、お鍋に。もういい、ストップ。オッケー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 。多い。いや、スープの割合はこういい、こんぐらいだよ。添加。オッケー。塩とお塩入れます。味濃いめで作ってね。オッケー。ちゃんとママが食べやすいように作る。ありがとう。煮込んでいきます。最後にだしだを入れます。おお、入っちゃいますか。何なの、だしだって言って。調べたの、調べたけど初めてだな。これは美味しい、絶対。本当にどういう匂い？あのね、牛肉なの。牛肉風味のだしの素。へー、韓国基本の味、まあ、焼肉みたいな感じですかね。へー、美味しそう。これすごい美味しいと思う。この人味見てる。オッケー。ね、ちょっと待って、ちなみに、はい、それ大さじ何杯とか書いてないの？これは調べたやつちょっと今見てみるから大丈夫です。はい、さあこれグツグツと煮込んでいきます。どんぐらいだろう、これもうこんぐらいでいいからちょっと味見してみよう。はい、熱いからね。熱で、感想言って。しょっぱめ。好きだ。やだ、私絶対食べないからね。もうちょっと煮込みます。柔らかく煮込んだ方がいい。ももさん、よく煮込むわ、これは。よかった。完成品はあのグリーンピースだけ持っていく。よかった。じゃあもうこっから見ないようにするよ。わかった。完成楽しみにしてるから。ちょっとじゃあ濃いめに入れた方がいいですよね。大丈夫ですかね。これスープめっちゃしょっぱいんですけど。さあ皆さん、ちーちゃんが一体どんなももちの、ちーちゃんがどんな料理をお餅に盛り出してくれるのか、不安しかないですね。モニターオフ。よし、じゃあちーちゃんできたら可愛く起こしてね。はい、
じゃあ、ももちの寝顔100連発ってどうですか？どうですか？燃えますか？あー、燃えますね。あー、もうこれファンの方キュンキュン来ちゃうんじゃないですか？ねえ、ほら。できた？あー、もう今、完成する、すぐ。え、煮込んだ？煮込んだよ、よく。え？いや、少なかったでしょ、煮込む時間。え？なんか新婚さんみたいだね。あなたー、なんだよ、ちなみ。できたよー。んだって、もうちょっとでいくよ。できました。もうちょっといくよ。はい、ご飯の時間よ。たく、いつまで寝てるの、あなたは。早くちゃっちゃと起きなさいよ。日曜なんだよ。子供の、子供の相手でもしてやって。友達先生と働いて。ほら、あなた起きて。起きてるよ。はい、朝ごはんよ。こちらが。あ、もう無理。もう無理でしょ。もう無理でしょ、これ。でもね、そのだしだっていう調味料は絶対ママが好きな味なの。匂いとか。匂いはいいよ。どれ？やっぱ味がある出汁だの。ほんとに？いただきよ。はい、いただきます。頑張って。ももさーん。バカじゃあ元気がないももさんのために。なに？さっき収録で余ったウニを。え、単純ですね。カニ、あ、このカンパチはちょっと一口ちょうだい。またお箸もう一個ありますか？今日お醤油。おもち、今日ちなみと一緒にロケができてよかった。待つべきものはメンバーだね。これは気だらにね。うまっ。うん、幸せ。うん、甘いね、このウニ。これほんとスーパーのじゃなくてお寿司屋さんで頼んだやつですから。おいしい、おいしい。お寿司食べに行きたいね。うん、あ、石焼き芋の、石焼き芋の音がする。どこだ、見てみよう。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。どこだ、石焼き芋。そこに止まってんじゃない？いる。お待ちパーク。おちょ、着替えてくる。待って、すごいノリノリじゃん。オッケー、行こう。ね、これ本編に何も関係ないんだけど、女子焼き芋今から買いに行きたいと思います。ここです。待って、お金。最初じゃんけんぽん、アイコンしよう。やった、おもり。いいもいや、ちんちゃん、ごちそうさまです。マジの自腹です。うわすごいテンション上がりました。あ、これはじゃんけんですね。どっちも、これお芋ってどれが甘いかとか、お芋によっても変わるから。最初はグー、じゃんけんぽん。あー、私はこちらで。分かった、終わろう。終わります。ワン、ツー、スター。はい。おー、本当に収録中だったんですよ。いい石焼きも聞こえたのが ね。皮を剥く人。うん、うん、時折。でも今日は剥こうかな。うわ、すごい湯気。いただきます。いただきます。
おいしい。あ、牛乳ください。あ、おいしい。うまい。ありがとうございます。おいしい。あ、ロケ場所がここでよかった。よかった。うまい。多分ね、うちの予想だけど本編でももう一番ここが笑顔だと思う。牛乳ありますか？私も。やっぱこういうのが頑張る源だよね。ほうほう。気持ち聞いた時ちょっと泣きそうだったんだ。ちなみに心配してた、うん、だってできないもんはできないんだもん。でもドラムね、楽しかった。何が一番ためになったかね。待って、何のタバコとするの？うん、スイートポテト作る。なるほどね。お、いつもお家いっぱいってんの？うん。へえ。でももっと綺麗にやるよ、お家だったら。あ、こしたりとか。そう。なんかさ、ちいちゃんがグリーンピースのなんかを作ってくれるって人じゃん、ポタージュ。うん。なんでここにいるの？うん。あのね、出汁だがね、失敗したから、失敗っていうか、本当は、あの、さやから取ってすぐのグリーンピースを使ったらいいんだって。ああ、なるほど、ね。でも、缶に入ったのを楽な方向しちゃったから、あの、グリーンピースの食感とかが残っちゃったり。味とかもね。そう。だからね、スタッフさんが今作ってくれてる。あのね、ちょっと話変わっていいですか？あの、座るスペースがさっきから狭いんで、さっきすごい空いてんじゃん。今日ね、一日ここのそば座ってる時ずっと余ってたのに、ママがこうやって寄りかかってきて、さっきだから、ちなみにさりげなくやったのに、さりげなくやったらこうもならずになんかじゃあ普通にしてたから気づいてないんだなと思って。どうたちがラブラブなのバレちゃうじゃん。ラブラブじゃないじゃん。アイス食べたのに。アイス食べてただけじゃん、公園で。おもちさ、すごい消そうでさ、スタッフさんがやってくてさ、なんだろうと思ってさ、でもすごい化粧できたから、なんかやっちゃったのかなと思ったらさ、うん、アイスのんきりさ。ちなみに電話がかかってきた。かかってきた？え？みたいな、うん、私何にもしてないですよみたいな、うん、え、何ですか？とか言って、え、何取り下ろし？とか言って、取り下ろし？とか言ったら、あの、つぶなことこの間公園でアイス食べてたとか、はーいとか言って、それだからって言って、え、なんですかそれ。あの、コーナーとか言って、電車のつり革に初めて名前乗った時すごい嬉しくて、シャミ取っちゃった、もうやったあれ面白かったよね。びっくりした。スタッフさんが一生懸命作ってくれたグリーンピースポタージュ、自慢の一品です。でも色は悪くない、結構。でもさ、結構食感とかないでしょ。まあいいよ、せっかく皆さんが作ってくれたからもち食べます。いただきももち。これ2013年の流行語じゃない。絶対無理。キャッチーでもなんでもないもん。美味しい。わー、皆さん聞きました。お水なんて大丈夫そうです。もう一口お願いします。で、同じ言葉を。美味しい。聞きました。これ美味しいよ。もうパク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 いってる。おいしいよね。これはね、あれ、生クリームがきっと入ってるからクックできましたよ。ありがとう皆さん。まあこれがあの飲めたってことはグリーンピースほらきっと食べれるんですよ。ちなみになんかさ、苦手なものとかないの？青汁みたいなやつとか。ちなみはパプリカがダメ。他には？あとはチョコレート。他には？あとはカスタードクリーム。他には何？あれ、ももちがリサーチしたやつ、あれ入ってないかな。あ、ちょっとスタッフさん持ってきていただいてもよろしいですか？飲み物、嫌いな飲み物、センブリ茶と青汁は本当に無理です。これは無理。
理だから、本当にガチで書いたら本当に無理ですって。スタッフさんいりますか？ねえ待った、またこれ美味しくなってます。何これはダメだよ。いやいやいや、こちら青汁のロイヤルミルクティーでございます。でそんなにあのおしゃれにしなくていいから、コップとか気使ってオレンジとかにしなくていいから。すべてはあなたの。いやいや関係ない関係ない関係ないちなみにね、前回はパイ投げやられたの、この企画で。何これ、毎回私もあんの。すべてはあなたの。いや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 、もういいよいいから飲んで。あ、見えますミルクティーだ。いける、うそ、あの抹茶壁ダメそれでは皆さん、またいつかお会いしましょう。さようなら。これは抹茶だこれは